World Studio。皆さんこんばんは、秋元司です。ここ最近ずいぶん涼しい日が続いております。またちょうど東北地方または新潟地方におきましては本当に大洪水で大変な状況になっております。被害を受けた皆さんに対して心からお悔やみ申し上げます。さてちょっと今日私声が元気ないんです。私もここ最近あまりにも涼しいもんで扁桃腺をやられましてですね、今日実は熱が今39度ある。しかし風邪ではありませんから、ぜひ皆さん映らないんでそこは心配しないでください。さて、今日このアキペディアのコーナーでは増税によらない復興、また増税では復興ができないということの中で、今日は日本経済復活の会の会長であります小野さんにお越しいただきました。実は小野さんと私の出会いというのは、私がもともと参議院をやっていた時に、一番当選の時に事務所を訪ねていただいて、いろいろとこれから日本経済の話をお話しいただきました。その中で衝撃的だったことを今でも覚えています。と言いますのは、大体、国会議員になりますと財務省が1年生議員のところに訪ねてくるんですね。何を言うかというと、今日本の財政は大変ですと、だから当然財政出動というものを減らすために歳出を抑制する、そしてまたいずれ増税を踏み切って場合によっては消費税を導入して、とにかく財政を救わなくちゃいけない、そういったことを常に財務省は我々に対していろんなことを言ってきたんですけども、その中で小野さんが私の事務所に訪ねてこられて言われたことは全く逆の発想でした。増税をすればするほど日本経済は逼迫をし、もっと財政が悪くなる、そういう話でございました。非常にその時の話がインパクトがあって、どういうことなんだろうということで、私も何度か勉強会に寄せてもらったり、そしてまた、この日本経済復活の会が推奨するさまざまな出版物読ませていただく中で、なるほどと、ある意味目から鱗が落ちる、そういった思いに駆られたのを昨日のように覚えています。そんな中で、我が国はこの東日本大震災が起きました。この震災が起きる前も我が国の日本の経済はどうであったのか、実はデフレがずっと進行していて非常に厳しい経済状況でありました。一番我々にとって辛いのは所得が下がることであり、そして失業者が増えること、これによって失業者が増えれば当然国内は治安も悪くなる、そして給料がもらえない人が増えれば国内消費が落ちる、それによってまた負のスパイラルが起こり、景気はもっともっと悪くなる、内需は落ち込んでいく、こういったことになるわけでありますけれども、これまでは日本は比較的輸出が元気でありました。ですから輸出の年間の売上でもってなんとか国の外貨を稼いできた、そういった状況だったんですけども、この震災に合わせてこの原発、この問題が出てきた瞬間、なかなか日本のものが今世界で売れない、そういった状況もあり国際収支も悪化する、そういった今状況であるのが我が日本であり、こういった中で当然我々はこの復興ということを行っていかなくちゃいけなく、そのためにはなかなか民間だけのお金でこの今復興を成し遂げるというのは難しいんでありましょうから、当然財政、これを財政出動していく、国のお金でなんとか復興していく、こういったことに
つながっていくわけでありますけども、さあ国は一応復興に対する計画を取り決めました。今後5年間19兆円が必要である、そういった官内閣での発表でありました。じゃあその19兆円の財源はどうなるのか、これが復興債と言われるいわゆる債権で行っていくのか、もしくは増税で行うのか、これについてまだ議論化しており、実際問題政治でも場合でもまだ決着を帯びてないという状況があって、さあこれは政治局になる、そういった大きな流れでありましょう。我々国民からするとこの議論をどう正しく判断をし、そしてどのように最終的には国民も納得をしなくちゃいけないのか、そういったことにつながるわけでありますけれども、私も過度に増税をした瞬間、常識的に考えれば増税をするわけでありますから、お金が市中から吸い上げられる、そしてそれことによって個人の可処分所得が減るわけでありますから、当然のように消費が減る、そうと余計一層景気は悪循環になっていくんじゃないのかな、そんな思いがしておりますけども、しかし、今のこの地震災の状況を見てますと、どう考えても増税をしないことにはこの復興財源が取れない、それにまあ財務省は当然大合唱するわけでありますから、現在今日本のメディアほとんどと言っていいほど全てがもう増税ありきという議論で話が進んでおりますし、新聞等の社説を見ても産経新聞一社ぐらい増税は良くないというそういった論説を書いた人もいらっしゃいますけども、あとはみんな増税をすべきだ、そんな話であります。まあ、そこで今日は先ほどお話しした小野さんにお越しいただいて、増税をしないでもしっかり財政再建できるし、そしてもちろん増税すれば復興ができない、そういった理論のお持ちの小野さんでございますから、今日はたっぷりお話を伺ってまいりたいと思います。小野さん、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、小野さん、その前に小野さんの肩書きとしてあるのが日本経済復活の会と書いてありますけども、はい、この会はどういった会なんですか。これはですね、2003年に始まったわけです。もともと我々はいろんな方が、増税すべきか、あるいはさ、いや減税なんだと、デフレの時は減税なんだ、あるいはですね、財政出動すると、将来付けを残すと、そういう議論があったわけですね。で、それをですね、そういう、本当にどっちが本当なのかという、これ決着をつけるためにちゃんとしたシミュレーションをやろうということで、2002年から2003年にかけてもうシミュレーションをやりました。で、実際はもういろんな経済学者シミュレーションやっておりまして、で、じゃあこのデフレ脱却のために思い切った財政出動をやったらどうなるのかと、これやってみようと、で、そこで、結果が出まして、やはり我々期待した通り、むしろ大規模な財政出動した方が財政は改善するんだと、で、それをですね、一番最初ノーベル賞受賞者のサミュルソンとかラインとか、そういう人たちにこのシミュレーションどう思うかというふうに尋ねまして、で、いやそれでいいんだと、それをやんなさいという手紙をその二人から得ましたので、それで自信を持ちまして、この考え方を国会議員に知らせようと、それから始まったわけですね。なるほど。はい。じゃあ実は私も今日本経済復活の会のパンフレットを拝見しているんですが、すごいですね、多くの国会議員の方50人以上この会の役員として入会されていて、会員も相当たる経済人の方がこの会に会員として入会していらっしゃる。実はここに私の名前も実は入ってるんですけども、これだけ多くの方がこの小野さんの意見に賛同されて入ってるんでしたら、ねえ、国会の議論でも相当この今小野さんが言われたことをシミュレーションを国会質問でぶつけてもらって、
今この山本さんが言われた話が主流になってもね、おかしくないんじゃないのかなと思うんですけども、しかしまあ今の国会を見てますと、とてもとてもそういった状況じゃなくて、相変わらず、増税ありきという話があって、これは復興というかますか、東日本大震災に関係なくですね、震災が起きる前から、まあ、少なくとも今の総理大臣はどういうわけか、昨年の参議院選挙も消費税、要するに増税ということを促して結果的に参議院選挙は民主党惨敗しましたけども、まあその増税を匂わすという状況であって、これだけ多くの国会議員の方がこの会に賛同されているのに、なかなかいわゆる財政出動が日本経済を救うというそういう議論になってないんですけど、なんでなんですかね。まあこれはですね、非常に分かりにくいっていうか、シミュレーションが国会議員に分かりにくいという点もあるんでしょう、まあ、それにではありますが、まあ、今回の震災でですね、私はもう片っ端から国会議員に、やはり国会、増税はダメだと、そして、日銀の国債引き受けによって、まあ、言ってみれば通貨発行によって、これ震災復興をやろうと、国会議員にいろんな方にですね、話したんですよね、そしたらですね、ある国会議員がじゃあ7人国会議員集めなさい、それを核として、署名運動を開こうとやろうと言ったんですね。そうするとですね、その会議がどんどん大きくなりまして、まあ、議員連盟ですけども、で、増税によらない財政、財源を求める、復興財源を求める会というのができまして、これはもうあの復興債を日銀に引き受けてもらうということで、事実上の通貨発行ですけども、これをやれという会に、もう今230名以上入ってまして、それが声明を出して、これですね、これですね、今私はお手元にいただいたこの資料、会長は安倍晋三先生ということで、先生、あの、まあ、民主党でも百何十人いますから、ですからそういう人が中心になって増税強く反対してますから、これはもう増税は簡単にはできないと思います。そうでありたいんですけど、でもシャーシャーと今の内閣は言ってますね、言ってますね、増税の話を、そうですね、でこれどういうことなんですかね。ますから彼らは理解していないと、要するに今この将来へつけを増してはいけないということでね、あの単純に家計と同じような考えで借金がいっぱいあるのであれば、それはもうあの支出を減らして、そして収入を増やして、つまり増税してということを単純に考えてるんでしょうけども、これが間違いだと、これシミュレーションすればすぐ分かるんですよね。さあ、じゃあそのね、今日この番組をご覧になっていただいた方にちょっとこう理解してもらわなきゃいけないと思うんですね。まあ、一般的な話、どの方の話を聞いても、どのマスコミを見てもこう震災に限らず、今日本は国地方を合わせ借金がもはやもう1000兆円近いと、だからこそとにかくこの借金を減らさなくちゃいかんと、そういったことの中で当然財政出動は抑えて、そして、最終的にここの高齢化社会になってくる、その医療費の負担を考えればやはり増税を考えなくちゃいかんと、今10人に人に聞くと多分10人とも、まあ10人と言われても少なくとも9人ぐらいはですね、そういう状態なので、だからまあ最後どう政治が決断するのかということにかかってるんだよと、誰が見てもねそんなこと言われると思うんですけども、さてそうじゃないよと、このことをですね、ぜひ今日は紐解かせていただきたいと思いますが、まず国の借金、皆さんこれは大事なことです。確かに国は借金をしてます。しかしその借金というのはやはり家計とは違って、この借金そのものを何でもって借金というのは判断するのか、ちょっとそのことからちょっと小野さん紐解いてもらえますか。まああの国債ですよね、これ借金といっても外国から借りてるわけじゃないということでありまして、じゃあその借金はどこまで借りられるのかということなんですけども、やろうと思えば日銀から借りればいいわけですから、いくらでも借りられると、ですから切羽詰まってないんですよね、実は。日銀というのは皆さん
ご存知の通り日本銀行券を発行するということは、これ福沢諭吉、これをどんどんどんするところが、これを発券するところが日銀でありますから、お金をどんどん市場に供給するところですね。それが日銀の立場です。今のお話というのは、借金といっても日銀が国債を引き受けるということは、どん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 市場にお金を出すということなんで、ダボつくということでありますから、これは日銀が国債を引き受けるということは、事実上 お金をトンと市場に投げるだけなんで、決してこれは変な話ですけど借金をしているということじゃなくて、新しくお金をする行為でありますから、お金を増やすだけなんで借金じゃないということを今小野さんはおっしゃった。ただ一方で言われるのは、じゃあ日銀がどん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 お金をするとインフレになっちゃうんじゃないのっていう、そういう危険性があって、そうなると通貨一単位の価値が下がってくるということがあるから、なかなか日銀はお金を国債を引き受けることを伝統的にやったことかなだということが言われているわけですね、はい。まあ、そうはいえどですね、うん、まあ、これだけ、借金というか国の国債残高があるときに、うんうん、これどうやって返していくかということになりますと、うん、その歴史的に見てこれだけ、国の借金、これを外国から借りたという意味じゃなくて、うん、国債を発行したという、こういうのこのような状態になったときに増税で返した国は一つもないと、うん、もうみんな経済規模を大きくして、はい、そして借金が気にならないようにしたという、はいはい、もう全部そうなってるんですよ ね、 そうですね。で実際ですね、アメリカでも今やってること、これはですね、やはり国債をどん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  FRB に買わせてるんですよね、うん、まあ、ですから通貨を中央銀行がいくらでも発行できる、はい、中国なんかもっともっとやってますよ、うん、ですからそういう手段があるんだということは忘れてはいけない、うんうん、そうですね、いうこと、おっしゃると、今は日本はこんだけ震災で日本の企業もだいぶ厳しいと、で日本経済も実は厳しいんじゃないかと言われている中に、結果的にどういうことが起きているかと言われているにかかわらず、アメリカがあまりにも調子悪いもので、結果的に今円高なんですね。77円、 1ドル77円になってくる。だからこの円が上がるということは、みんなドルで持っている人が円で切り替えているということでしょうから、まだ円の方がドルより信用があるということなんで、私もおっしゃる通り、今日銀がやるべきことは、どん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 お金を吸って市場にお金を投げたならば、結果的に円が少しダボつくと、逆に円が少し下がるんじゃないかな。そうすると円を下げることによって輸出の国際競争力を増していくということにもつながるから、私も今現在この金融政策、金融緩和ね、行うってことは決して悪いことじゃないって、私自身も持論としてこれをそう思ってます。ただ日本には根強くね、それを許さないっていうね、なんか妙な神話がありましてね、この壁がなかなか打ち破れないんですけども、さて今日は実は小野さんにたくさんね、こう資料をお持ちいただいて、いろんなどんなことにも対応できるように、この趣味をこの資料をやっていただいてますけど、まずですね、先ほどの話に戻りますと、景気対策をやれば成長率が高まる、この話からちょっとしていただけますか。はい、はいはい、じゃあちょっと切り替えてください。まあいろいろその水かけ論争をしてもしょうがないということで、はい、きちんと計算してみようと、はい、過去のデータを全部再現できるようなちゃんとした経済モデル、やっぱりあるわけですよ、うん、それは政府も持ってるし、いろんなところが持ってる。ですからそれを使ってですね、どうなるかって計算してみる。だから全く同じような結果がどのモデルを使っても出ますし、実際これをやればこうなるっていうのはこの内閣府が発表してます。ですからここに出しましたけども、景気対策をドンってやろうと、まあ、復興対策でもいいし、減税でもいいし、いろんなことやります。でこのグラフ何を持ってるかというと、一番上のグラフ50兆円で書いてありますけど、これは毎年毎年50兆円、財政出動、景気対策ですね、追加の景気対策です、はい、これやったらどうなるかというのを計算してあるんです、うん、そうするとですね、もう5年後あたりにはもう700兆円、 GDP がね今500兆円もう下がってますけど、700兆円に近づくぐらい上がる。もしも何もやらないと今のペースでやると、まあ、GDP はだらだらと下がっていくと、うん、
現状維持って書いてありますけども、こうなるわけです。ですから、どこまでやるかによりますけども、まあ、10兆円ぐらいだなとか20兆円ぐらいだなと思うかもしれません、まあ、それは政治家に任せますけども、まあ、あの大規模にやれば確実に GDP は増えてきます。でこれは名目なんですよね。でインフレ率まで考えると実質 GDP ですけども、実質 GDP ももちろん上がってきます。これはこんな感じで、まあ、どうして実質が上がるかというとですね、今デフレギャップとなりまして、まあ、失業者とかもう会社なんかも企業なんかも売れないで困ってる、生産設備余ってるんだけど売れないで困ってる、それがこのどんどん売れるようになるわけです。回転するようになるんですよ、お金が。ですから実質も上がってくる、国が豊かになるんですよ。それでどこかに財源があるかというと、もう国債発行ですよ。金利が上がってくれば日銀が買えばいいということです。でじゃあこの借金だらけになるだろうと皆さん思うんですよね、ところがならないんです。どうしてか、これはですね、さっきのグラフ見ましたけども、 GDP がどんどん上がってくるんですよね、当然ですよね。それは政府が例えばですね、復興事業のためにどんとお金を使うと、あるいは、まあ教育に使ってもいいし、医療に使ってもいいし、いろんなものに使いますよね、あるいは減税をやって、そしてそれが消費に回ると、もういろんなことをやれば GDP はもう確実に上がってきます。でそのどれぐらい上がるかっていうのは計算できるわけです、さっきのグラフ。もちろん借金をして、つまり国債を発行してやりますから、この事業をね、そうすると借金の方も増えてきます、とか税収も増えてきます、でこの借金の増える速さと GDP の増える速さとどっちが速いだろうかというのを計算してみると、これきちんと計算できます。なるほど。でこれどういう計算をしてもですね、もう間違いなく GDP が増える速さの方がはるかに速い。ですから、どんとそのやりますと、景気対策をやりますと、この債務の GDP 比という、ですから実質的な借金の重さですね、これは減ってくるんです。ですから今の政策をやると、政策をやり続けるとデフレがどん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 続きますから、GDP はほとんど増えない、むしろ減るかもしれない、で借金は間違いなく増えますから、そうするとどんどん増え続けるんですけども、ですからそういう事情があります、でどのくらい、もうこれは税収です。最初はね、減税を大幅にやると税収少し減りますけども、これが、しばらくすると企業活動が活発になってですね、税収が増えてくるというこれはグラフを示すんですけども、でインフレが大変じゃないかというふうに思うかもしれませんけども、これもきちんと計算できるんです。ですからその心配したことない、で例えばですね、その放っておくとずっとデフレが続いて物価が下がるといいと思うかもしれませんけども、給料はそれ以上に下がるんです、ですから将来も不安になりますし、経済が縮小しますし、いいことないです。ですもこういうふうにちゃんと経済を活性化させると、お金を回してですね、活性化させると、これは物価はじりじり上がってきます。昔そうだったんですけど、どこの国でもそうなんですよ。で、まあ、例えば50兆円を何年か続けてくると、2、3% それを超えるくらいになるかもしれませんけど、そんな何十パーセントって絶対ありません。ですから、ちょうどいいぐらいのインフレ率になるわけで、これはちゃんと計算できるんです。そうですね。ちょっとだいぶ進みましたからね、少しこうおさらいをしていますけども、まず国の借金というのを何で判断するのかと、これ今大事な小野さんはしていただいたんですよね。実は私も参議院だったところに、当時は谷垣さんが財務大臣でしたけども、財務大臣に国会質問したことがあったんです。と言います、何かというと、国の借金を何で判断するんですかと、言ってみれば総額ですかと、額の総額ですか、それとも対 GDP 比で考えるんですかと質問したときに、財務大臣は明確に言いました。対 GDP 比で考えます。今まで実はですね、自分で言うのもあるんですけど、こういった国は国の借金の尺度っていうのは何でもって尺度で示すのかっていう、このことをね、国は明確にしてなかったんです、昔。ようやく、まあ、私が予算委員会で言わせてもらったときに、はっきりと対 GDP 比で国の借金というものは判断しますということを言われました。これはどういうことかっていうと、同じ1000円という、まあ、1万円でありましょう。同じ1万円を借金したとすると、どういうことか。
1万円しか持ってない人は1万円借金したら大変でありますけども、100万円持ってれば、100万円の1万円でしたら、まあ、そこまで多くの借金を背負ったというふうになりません。これが対 GDP ということです。どういうことかというと、国の経済規模っていうのは、まあ、GDP、 それをだって我々名目で名目 GDP というのを測りますけど、現在も470兆円ぐらいですかね、 GDP、 そうですね、名目 GDP は、はい、一義日本経済っていうのはやっぱり最低500兆ぐらいあったんですよ。500兆に対して借金を見る形になるのか、それが400兆になって対借金を見る形になるのか、当然この500兆の中の借金の比率の方がまだいいわけでありますから、今小野さんがおっしゃってもらったのは、毎年、国債を発行 し続けるかもしれないけども、そのことによって国債を発行して財政出動すれば、その分実は名目 GDP がどん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 上がっていくから、国債を発行した分を名目 GDP が全部消化してくれるんで、結果的に借金は増えたことにならないんだよという、まあ、ご説明をされたということなんです。これがね、なかなか理解される方が、そうですね、ほとんどで言ってる方がいないんです ね、そうですね。多くの国会議員もこの理論をよく分かってないんです。だからさっき言ったように、国の財政の財布と個人の財布は違うんだよってことはね、いまいちこう分かってない方がいらっしゃって、まあ、人間の個人だって、20代の子供の収入と、まあ、順調に、その方が成長し続ければ30代40代になった時の多分年収というのは違うはずですから、20代の時の借金と30、40代の借金はね、同じ借金の額だったら当然違うということもあって、まあ、住宅ローンもそうですよね、だん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 所得が増えるから後半払っていけるってことにもつながっていくんでしょうから、まあ、言ってみればその理論がなかなかこの国で議論されていらず、ついつい全て借金額そのもの、さっきも冒頭言いましたけど、国地方合わせ借金がもう1000兆円になっちゃった、そうすると1人当たりの税金、あの借金は60万ですか、割ると700万ぐらいになるというふうに財務省が発表すると、テレビが発表すると、みんな国民の皆さんは、お、俺は700万借金してんじゃないかって言いますけど、そんなね、みんな個人がしてるわけじゃないんですよね。これが非常に、まやかしであって、もっと皆さん率直に、現実の世界を見てみましょうよという、これが、まあ、小野さんが今言われたことであると思うんです。さあ、今小野さんが言われたポイントの中で大事なことがありました。もう一つ、それは借金し続けても、借金し続けるってことは国債を発行し続けて、その引き受け先が本当は国債ですから市中の銀行なんかに受けてもらうんでしょうけども、それじゃなく日本銀行を引き受ければお金を発行する。これは普通はインフレにつながっちゃって狂乱物価になってしまうというのが多くの人の思いなんだけど、実はそんなにインフレになりません。しかしね、皆さん、インフレっていうのはみんなね、怖いと思うんですけども、しかし多少のインフレはね、ならないと実は我々国民、働いて生活しても実は楽しくないんです。どういうことかっていうと、今デフレ状態です。よって毎年給料が下がり続けている方が多いと思うんです。インフレになっていくとどういうことが起きるかっていうと、物価も上がりますけど、その分毎年、まあ下手したら毎月かもしれませんね、給料が上がっていくんです。おそらく高度成長期というのは、まあ団塊の世代の皆さんが働いている頃というのは毎年のようにこう所得は上がっていった、当然それは人口がどんどん増えていったということもあるんでしょうけども、毎年のように所得が上がっていった、だからある意味楽しい時代なんですよね。それがバブル崩壊後、そして少子化の流れということもなって、今現在は人口減少社会でありますから人口減ってます。となるとどん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 経済のパイが縮小して、それデフレになってきます。そうすると確かに一見物価が下がるから消費者にとっては嬉しいかもしれませんけど、その分所得も下がってるんですよね。だから結果的にそんな豊かさというものを、物価が安くなってから良かったねとね、いうふうには思えないんです。それよりやっぱり給料が増えた方のが人間ね、元気になるということもあって活力ができるんじゃないのかと。まあ、給料増えて売上も増えて利益も増えるわけです。そうすると
言ってみればどういうことか、まずね、名目 GDP が上がるということは経済のパイをどんどん拡大しましょうということなんですよね。それは何によってじゃあ、経済のパイを拡大するのかっていうと、それは本来は民間の活力でもって経済のパイが大きくなればいいんでしょうけども、なかなかそうは言ってもならない。だからまず財政出動をして、財政出動をしながら、それもただお金を投げるんじゃなくて、やっぱり仕事を出して、仕事を出すことによって活力を見出して、企業が仕事が取れれば企業は当然従業員を抱え込みます。従業員抱え込んで給料払います。給料払えば当然従業員の皆さんは消費活動を行う。これは景気が上がっていく、消費が上がっていく、まあ、こういった循環活動にしていきましょうよということが財政出動に、まあ、ある意味デフレ脱却にもつながるんじゃないのかなというのが、こう小野さんの理論です。すみません、ここまで一度繰り返しておきました。かなり早いペースで進んでいかれたので、ここで一旦止めさせてもらいますけど、じゃあどうぞ続きましたの。それでですね、はい、またこちらに戻していただけますか。今議論になっているのが、かなり消費税上げるというのが盛んに出てきます。そうですね、消費税を上げれば社会保障費が賄えるんじゃないかとか、いろんな議論が出てますね。でもこの計算してみますと、消費税を上げても何にもならない、経済悪くなるのは間違いないんですけども、でも社会保障費も賄えないし、そして、将来へのツケも減るどころか増えてしまうという結論が出ます。これはもうどういう計算をしてもそうなります。ここにある計算はですね、GDP がどうなるかというのを計算したんですけども、一番上が消費税も 0% にすると、今 5% ですから真ん中あたりですね。で、消費税を例えば 11% にすると、一番下のグラフですね、大変じゃないですか、要するに実質 GDP が下がっていくということなわけですよ。要するに国が貧乏になっていくと、要するにそのどんどんそのまあ言ってみれば、物が買えなくなってしまうとね、じりじり買えなくなってしまうというのが消費税これを上げた時です、ですからもちろんその社会保障費も実質で見れば下がっていきます、ですからこれ何もいいことがないということなんですけど、どうも消費税上げたいみたいですね、皆さんね。まあ上げるってことをなんか盛んに発信してる人、情報を言ってるのがいるんですよね。こういうグラフがね、全く理解できない人、でデフレはどんどん悪化します、デフレが悪化すればですね、もう急激に給料が下がってしまいますし、ここに失業率も計算してありますけども、失業率もどんどん上がってきます、自殺者がどんどん増えますよ、これはですね、お金に困って、企業がどんどん潰れていきますから、ですから確かに中小企業なんてね、もうこれ以上その消費税が上がるとですね、もう消費税払えなくなりますね、利益出ないですから。そもそも消費税を上げるというその話を、どうしてその消費税を上げるという話が世の中に出てるかというと、ほっとくといわゆるこの高齢化社会の中で医療費が20兆30兆と膨れ上がってしまう。この20兆か30兆をなんとか埋めなきゃいけないと言いますのは、今国の一般会計で大体約90兆と見てもいいですかね、90兆、その中で税収は今たった50兆40来てますよね、45兆ぐらいなんです、そうすると1年間国の財政ということを考えると40兆しか入んない中で90兆近い財政を支出する、お金を使ってるわけですから、その半分以上はもう借金になっているということなんですよ。しかしそれにプラス医療費がさらに20兆か30兆将来的に必要になってくると、これは財源増やさなくちゃいけない。その中で今世の中で言われているのは、消費税 1% 上げると2兆税収が上がると言われているから、今のやつを 10% さらに上げて消費税 15% すると20兆ね、一応得ることができるんで、その分医療費分を取るか、もしくは今回国が19兆円、復興対策費で必要だという話ですから、
合税として消費税をみたいなものを 10% 引き上げて、トータルで今現在消費税 5% ですから 15% ぐらいにすると、その税収でもって復興財源ができると言われてますけども、私はここで一つの疑問に思うのは、南雲さん、今の経済水準の中で消費税 1% 上げると2兆円と言われてますけどね、しかしさっきの小野さんがこう言われるシミュレーションを見てますとね、消費税を上げれば当然考えられるのは消費が減りますよね。そうするとシミュレーション通り 1% 上げることが消費税、あの税収を2兆円上げるというには実はつながらないんじゃないかなって、ね、いかないです。私はそう思うんですよ、です理論的に人間の心理ですからね、だから法人税も下がってきますよ、利益出なくなりますからね、それから所得税も下がってきます、だから要するに地価も下がってきます、もう一つは私は日本文化ということを考えて、日本人っていうのは実はあまりね物を買わないんですね、買わない、言ってみれば消費性向、消費性向、貯蓄性向ってこれは専門的に言いますけど、日本人は小さい頃から何かあったらお金を貯めなさいって子ども銀行なんて私が言われたぐらいですから、貯蓄性向高いんですよ。しかし現在我々若手、まあ、少なくとも30代40代の前半の人はなかなか貯蓄をできるほどのお金が収入を得られないから貯蓄が減ってますけども、本来日本人は貯蓄が好きなんでお金を使うよりも貯蓄を回します。しかしでそういった文化を持っている日本人にさらにですよ、皆さん消費税を課して今買ってる商品がに例えば1000円のものに買ったら 10% の消費税だったら1割ですよね、1割お金に払わなきゃいけない、そうなったら皆さん本当に物を買うかなっていうふうに考えた時に、実は私は購買力が落ち込むんじゃないのかなと思うんで、だから実はですね日本という国は消費税というのは実は向かずに、消費税っていうのはあんまりこの国日本国では向かない制度じゃないのかな、アメリカみたいにどん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 何でもかんでも物を買ってしまって、給料ないのに来月給料入るつもりだからっつってクレジットカードで切って買ってしまう、とにかく何でも買うんだっていう世界一買うのが好きなアメリカ世界では消費税っていうのはね意味がありますけど、日本の場合っていうのはあまり買わないんで、消費税って実は逆効果なんじゃないのかな、そういうこともあります、実は気がしてるんです、そうそうそう、どうですかね、まあ、そういう面もありますよ、もちろん ですね、やはり今あの税収が落ち込んでるっていう最大の原因はデフレだからなんですよ。ですからデフレでさらに増税をするとさらに税収が落ち込む、景気が落ち込むわけで、例えばね中国なんか見ればいいんですよ、はい、景気いいですよね、はい、そうすると今税収どのくらいあるかって120兆円ぐらいあるわけですよ。ですからね日本も景気を良くすればもう80兆100兆あっという間に行きますよ。100兆なかなか今年には今の日本の税収の40兆考えれば100兆なんていうのは夢の話ですね。かつては60兆ぐらいありましたからね、はい、ですからです、ね、本当に景気を良くすればあのどんどんその税収も増えてきます、うん、その時はですねあのまあ税収かつてはですねあの減税と、まあ、非常にその成長率が高い頃は減税をやっても税収が増えていくという時代が長い間あったわけですよ、ね、高度成長の時はね、うん、あの給料がどんどん上がっていきますから、なるほど、ですからね給料上がるとですね累進課税になってますから、うん、これ雇用者報酬ですけども、まあ、あの消費税上げればドーンと落ち込みます、うん、そうすると所得税もドーンと減ってきます、当然ですよ累進課税だから。 このグラフの縦軸は何ですか。下に雇用者報酬、雇用者報酬、雇用者報酬の額ですね、そうです、はいはい、給料です、給料ですね、でその消費税を上げれば給料がドーンと下がっちゃうわけですよ、うん、給料どんどん下がっちゃうとみんな低所得者になっちゃいます。なるほど、低所得者は、そんなに、所得税払わないですからね、うん、そうすると税収がまあ、逆に落ち込むという状態になります、うん、なるほど、ですから消費税で儲けたかもしれないけどもその法人税でも損するし、国はですね、うん、それから所得税でも損するし、うん、固定資産税でも損するし、うん、デフレ加速しちゃ絶対ダメです、うん、ですからむしろ景気対策をやってですねそのこのグラフはですねその先言った景気対策をやったら
国の借金の GDP は減るとなりましたけども、もしも消費税をドーンと増やしたら、この借金の GDP は減るのかというと、計算してみるとですね、この黒い線なんですけども全然減らないと、 10% にしても 20% にしても実は減らないんですよね。なるほど。で、借金が減らないんじゃ何のために消費税を上げるんですかということになります。この国民を苦しめますよ。間違いなくこの国民を苦しめる。そして経済のパイを小さくする。国を貧乏にする、貧乏人からお金取れますか？取れないでしょ。取れない。経済のパイをでもみんなお金持ってない時にどうやって税収を増やすんですか？借金は減らないですよ。1000兆円を借金増税して取るんですか？取れないですよ。国を豊かにしなければ将来はもうありません、日本の。ですからここでやったように思い切った経済対策で振興、震災復興でもいいです、日本はいろいろやることがありますよ、電力に対して自然エネルギーに対してどんとお金使ったっていい、やることがいっぱいある。この前の新潟の洪水、新潟福島の洪水、どうして堤防をもっと高くしないんですか、5箇所も決壊した、この7年前もやってまたやってるんですか、バカバカしいと思わないですか、どんとお金使ってもちゃんと堤防やってれば決壊することはないですよ。そうなんですよ ね。だからもう安物買いの貧乏金失いですか、金損するんですよ、ちゃんとお金使わないと、いや本当ね、数年ぐらい前というか、だいたい小泉政権の時ですね、とにかく公共工事を減らそうということで、昔12兆円が年間12兆円ぐらいだった公共工事がどんどん減っていって、今現在6兆円ですよね、年間。それは無駄な工事が多い、メディアも含めて確かに無駄、一瞬テレビを見ると無駄だと思われるような、高速道路を移して、それこういった無駄なところにお金が使われてるんだということを徹底的に ねマスコミでキャンペーン張って、それによって当時与党は、公共工事を減らすということをやってきて、それが言ってみれば財政再建だということにつながってきたわけなんですけども、やっぱり日本というのは災害に見舞われる国ですよね。今改めてそのことをしみじみと思うわけですけども、地震も多い国であるし、台風も本当に頻繁に来る国、それによってやっぱりこう雨があんだけ1時間に降れば当然川は氾濫すると。そうするともうこの復旧にかけるお金っていうのは大損害です。大損害ですよね。新潟も収穫時期がね近づくのに、米も大損害になるでしょうしね。7年前にやったのにね。だからそういったことを考えると、やっぱ国土保全ということはね、そうです、この国は他の外国とは違い災害多い国家なんだから、より一層気をつけていかなくちゃならないということを改めてこういったし、災害が起きると痛感するね。そんな気がしますよね。コンクリートから人へといったちょっともあります。なんというバカなことを言ってるかと、最もそれで政権交代したそうしたんですよね。国民もそれにまた応援したということもありますよね。そう、だから全く間違えてたと。なるほど、本当ね、今はコンクリートから人へっていうことをバカなことを言う人は誰もいませんけども、明らかに間違いであったですね。さあそれでですね、いよいよ本題に入っていくんです。今日のタイトルは増税で震災復興はできないということですね。その前提として財政再建の話も含めて、国の借金を減らすことも含めて、増税をしたからといってそれは減らないよという話をしてもらいました。その前提をですね、議論していただいたんですけども、増税によらない復興財源、これやっぱり国債を発行するってことですよね。そうですよね。結局ね、国債を発行すればそれが将来への付けになるというふうに誤解している人がいると、ところがちゃんと計算してみるとこれ逆な結果が出るんですよね。ですから将来の付けっていうのは何なんだという意味ですよ、それがね、将来の付けっていうのが国債の発行残高なんだと、国の借金、そういう意味の国債の借金だというのであれば、それ簡単ですよ。私抵抗する1000兆円を実はね10兆円に下げる方法があるんですよ。皆さんいいですか、1000兆円を10兆円に下げる、すごいですよ。どうやってやるか、出のみって言うんですよ、出のみ100分の1にすればいいんですよね。
100円を1円と読み替えるわけですよ、ね、100円を1円に読み替える読み替えればすごいことです。1000兆円があっという間に10兆円になります、ね、借金を減らしたいんだったら1000兆円の借金が一夜にして10兆円になります、ね、簡単でしょう、ね、それじゃダメだという人いますよね、はい、どうしてかというと GDP も一緒に、減るじゃないかと、ね、100分の1になるじゃないか、はい、だから GDP が減らないじゃないかと言いますよね、はい、そこなんですよ、ね、GDP をじゃあ借金そのものじゃなくて GDP 費を減らしたいんです ね、 そうです ね、 ね、これも簡単なんですよ、ね、計算してみればいいです。内閣府でも計算しています。いろんなところで計算しています。どうやるか、もう国債を単純に発行してそれを国民のために使えばいいわけです、はい、教育もあるし震災復興もあるし自然エネルギーもあるし医療もあるし福祉社会福祉いろんなことで使いたいでしょ。どんと使えばいいんですよ、うん、使うと GDP が増えます、はい、GDP の増える速さの方が借金が増える速さより大きいです、はい、ですからそういう意味で GDP 比で減ります、ね、だからいいでしょ。借金の GDP 減りました、はいね、だから使えば使うほど借金の GDP 減るんです、うんね、これ非常に、まあ、なんていうかな、耳聞いたこともないという人がいるかもしれません。ところがですね、どこの国でもこれやってるんです、うん、日本だけがやれない。なぜでしょう。これはね、日本というのは借金があるとそれは節約しなきゃいけない、そして増税しなきゃいけないというふうに財務省を吹き込んでんですね、うん、こう言ってやらせメールみたいなもんですよ。やらせメール、そういうのがいっぱいあるんです。財務省お金持ってますから、うん、IMF の力まで借りて、うん、なんとそのやらせをやってるんですよ。実はね、あの IMF から言われたってのはちょっと異常でしたね。そう、異常ですよ。あんなこと普通ありませんよね。ありえないですよ。あれは IMF に財務省から出向してるから、そうですよ。 IMF が言わせただけの話ですよね。そうですよ。金をこんなに ね、世界第2位の水準で金を出資してますからね、うん、日本の言うことにはもう逆らえないわけで、 IMF もね、うん、財務省がこう言ってくれよって言えばもう簡単ですよね。日本偉くなっちゃったから、ですからね、これは本当ね、財務省 の、 その会合に出席したこともあるんですけどね、うん、財務省にそのシンポジウムなんかありまして、私も、うん、発言したことあるんですが、うん、その例えば公共事業やなんかやればその債務の GDP 減るじゃないですかということをですね、うん、質問してやったんですよ、うん、そうしたらですね、財務省の方が、ね、怒っちゃって、そんなことないだろうというふうに言うんですよね、うん、と言い、そしてマイクバッと取り上げるんですよ、ね、会合で取らせるひどい、ね、ひどいですよ。でも私も手を挙げてね、そんなこと言ったって内閣府のシミュレーション発表してるじゃないかということをね言おうとしたんですけど、もう発言させないんですね。でそれの後トトッと私のとこ聞いてね、うん、もうそれやめてくれと、ね、内閣府の方から正式に手紙出してやるから、じゃあ調査してその結果をあなたに報告しますから、ちょっとここは勘弁してくれと言うんですよ。もみ消してですね。それもひどいですね。でその後でですよ、うん、内閣府がちゃんと書類来て、あなたの言う通りでしたということですからね、会合でそういうふうに口封じをやるわけですよ。ね、それタウンミーティングなんですか。タウンミーティング、それシンポジウムでしたね。財務省のシンポジウムがあってですね、そういうことまでやってる。ですからね、原発のやらすメールどころじゃないですよ。なるほど。もう力ずくで黙らすんですね。力ずくで、びっくりしますよ。うん、そういう体質がありますね。財務省お金持ってますから、うん、ですからこういうシミュレーションに対してもですね、ものすごく圧力かけるんですよ。ね、ええ、現にですね、麻生政権でしたね、もうなんか遠い過去の話みたいにも聞こえますから、はい、麻生政権ってまだ3年前ですよね、麻生政権、はい、麻生政権何やったかっていうと、このリーマンショックの金融不況を目の前にして、やっぱり麻生さんという方は経済人のことも少しかじってるってこともあって、非常に経済の明るい方で、彼は何をしたかというと財政出動したんですね。そして事実上100兆円余りの財政支出をしようということで、まあ、事業を作ったわけですよね、いろんな形で、はい、それによって、いろんな公共工事も含めていろいろと事業を作りましたよ、はい、100兆円ってなかなか大変なんですね、うん、100兆円のお金使うってなかなか
大変ですよね、うん、各役所も何を買おうかなんつって、うん、いわゆる ITC 構想なんて言いながらね、そうそう、なんか小学校のに電子掲示板を買うとかね、いうこともやったり、まああれが必要なのか必要じゃないのかっていうことはすぐマスコミが議論してまして、蓮舫さんからスパッともうあれは無駄ですって切られちゃいましたけど、切られちゃいましたけど、とにかくね、100兆円規模の事業規模を持って今のこの国難を救おうということで麻生政権やったんですけど、全然国民から評価されなくてあっさり政権交代になってしまったっていう事実なんですけどね。まああの時の麻生政権の勢いが今日まで続いてれば、だいぶ景気は回復したっていうことで、そう思いますよ。そして現に景気は良くなってきたんですよね、麻生政権の後半は。しかしまだお金が多分40兆ぐらい余ったところに、民主党政権になった時に民主党政権はその財源をピタッと止めちゃったんですね。そして結局その明けの年の補正予算を組んだ時に、自民党案が作ったその予算をそのままそっくりやって、とりあえずお金を流したってことがあって、あれ連続していればすごく良かったんですけど、止めた瞬間に 2,3 ヶ月のタイムラグ出ちゃったんですね。それによってお金っていうのはこう一度流れですから、止めなければそのまま使えばよかったんでしょうけど、止めちゃったために急にこうなんて言いますか、みんな市場が萎縮しちゃって買い控えを起こしちゃったんですね。それによって実はよくなりかけた経済がまた悪くなっちゃったということもあって、だからまあ何て言うんですかね、小室さんが言われたことっていうのは決して私もね、間違いじゃなくて、ぜひこの方法をやって試してみたいなと思いますよね。ほっとくと結局増税して、その結果分かることは、多分増税すれば間違いなく消費が落ちます。そしてさらにデフレになっていきますよ。デフレになった時に国民がどう判断するかなんですけど、震災があったからしょうがないよねって多分この国民はそう思ってしまうんですけど、違うんだよと、違うパターンをやってもっと良くなることもあるんだよっていう、ここを試してさせてくれないんですね、この国が。せっかくね、小野さんのもとにこの日本経済復活の会、5、60人もたくさんこの役員に名を連ねてて、増税によらない復興財源を求める声明文、すごいですね。これ自民党民主党200人近くね、230人以上です。この人たちが議員立法を提出さえすれば、そうです ね、 ね、国会通っちゃいますよ。そうですよね。なんで提出しないんですかね、この人たち。まあ様子を見てるということだと思いますよ。様子を見て名前もまでつないでるのに、様子見てもしょうがないじゃないですかね。そうですね、ここなんですよね、この今なんていうのかな、動かなきゃいけないですね。国会議員に物足りないところっていうのは、そういうことありますね。自分でいいと思って声明文まで出すのに自分も名もつかないでやってるのに、これ多分ここにある国会議員みんなこれがこういう意味だというもんで、思いを込めて手を挙げてる人は多分少ないんですよね。名前を出してくれって言うから貸すかで貸すよってお付き合いばっかしなんですよ、きっと。信念を持ってる人が少ないんですよね。そういうのあります、だから残念ながらね、こういったことが試されないんですけども、まあ日本だって20人いればね、議員立法でできるわけですから、できます。はい、この中で20人がちゃんとこれを委員会で、ね、こう法案を提出して増税にやらない復興財源をやろうじゃないかということを声を上げればいいんでしょうけど、まあ、最もこの日銀引き受けっていうのは少しネックになって、日銀っていうのはまあ独立機関ですからね、国会が何かものを言おうが日銀がそれに応じるってことは基本的になくて、まあ、日銀引き受けをやれと、ね、それを国会が議決した場合は拒否できないと思いますよ。それは今の過去ないですね。まあ終戦直後はね、日銀引き受けやってますからね。うん、終戦直後、あの時にインフレになったっていうのでトラウマがあるんですね。終戦直後、そうか、日銀が引き受けやってますのにインフレになった、確かにインフレでしたね。なったんです。ですけども、あの頃は物がないじゃん。物がない、終戦直後っていうのは物がないから、電力もないし石炭もないし、だから確かにお金だけダボついて物を買えないけど、今はほら物はね、ありますが溢れてますよね。はい、そうです。そういった中でインフレにそう簡単になるかというと、ならないです。なりづらいと思いますね。なり得ないです、供給過剰ですもんね、どっちかというと。あの頃もね、電力不足、大変な電力不足があったわけですよ。うん、それでそういう電力とか鉄鋼とか、その石炭とか、それがないともう日本経済発展できないということで、しかも国はお金持ってない、そういう時に大増税やるかというとね、やったらもう経済全然もう破綻したままだったわけですけども、ともかく急いで
電力とかね、そういうところに基幹産業に投資しようということで、うん、日銀からお金を引き出して、そういう意味でですね、うん、そしてどんどん投資したわけです、うん、そうしたら電力もどん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 伸びてきたとね、うん、経済復興のこれは基盤ができたという奇跡の経済成長のもとになったわけです、うん、なるほど、ね、ですからね、実質でいうと大変な成長をしてあるわけです、うん、だからインフレになったと、うん、だけどもそのインフレよりもはるかに高い率のその賃上げになったというわけですからね、うん、どんどん物が買えるようになった、なるほどね、そして電力供給もどんどん出てきたとね、じゃあいいじゃないですかと私言いたいわけですよ、うんね、実質でいきましょうと、まあ、事実上今は、まあ、終戦後のね、ああいう焼け野原とは違いますけども、違います、全然違います、まあ、東日本震災含めてこれはもう日本は第二の戦後といってもそうです、おかしくないほどの今状況で、はい、原発によって輸出までがねやりづらい環境になっちゃって伸びづらい環境ですから、内需拡大、確かに内需拡大していきたいんでしょうけど、今のこの国の状態は内需拡大ね起きようがないわけですから、まあ、その起爆剤として財政支出を東北地方だけじゃなくて日本全体にやっていくっていう必要は、はい、やっぱ静く感じます ね、 そうですね、電力問題もそうですよ、そうですね、でちゃんと電力を供給してやらないと企業外国に逃げていきますよ、うん、いやもう一つはね、電力の問題って、まあ、あんまこういうことしたら怒られるんですけどね、夜はねむしろ使ってあげた方がいいわけですよね、まあそうなんですけど、うん、夜働くってのはみんな嫌でしょ、いやいや、だからその何を言いたいかというと、はい、一斉に自粛ムードになってて、あそういう意味ね、例えばコンビニさんも含めて、そう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 、自粛はねピーク時だけでいいんですよ、ピーク時は自粛するけども、それ以外はピーク時以外は自粛すると、そうそう、まあ、逆に電力会社もだんだん儲けられなくなっちゃうから、からな商品売れそれこそね、はい、電力会社が自利品になっちゃって、そうそうそう、今回東京電力もこれから変な話、いろんな保証費がかかってくるでしょうけど、大変ですよ、そういうのを払えなくなってしまうところから、もう払えないですね、うん、だからまあそれはあまりにも、行き過ぎた自粛はやめてもらわないと、そうです、ピーク時以外はね、まあ、それなりにこう電力をね皆さんに使ってもらって、使ってもらわないと、あんまり暗いとね活気なくなっちゃうんですよね、そうそうそう、やっぱりこの活気出さなくちゃいけないのかな、そんな気がいたしております、供給量の7割ぐらいしか使ってないんですよね、やっぱり自粛しすぎなと思いますけど、そう自粛しすぎ、まあ電気代が下がってよかったという声もありますけど、ね、それとこれとは違うよって話ですね、だけど電力会社大変ですよ、そうそう、収入が減りますからね、はい、まあ今日は小野さんにそんなことで、増税で震災復興はできないというタイトルをいただきながら、はい、まあ、全体的にじゃあその根拠は何なんやろうなと、そもそも我が国の財政再建も含めて景気対策も含めて、考えるとやっぱり財政支出をしていった方がより効果的になっていくんじゃないか、まあ、そんな話をいただいたわけでありますけど、小野さんぜひねこの話をねもっともっといろんなところで喋ってください、まあ、毎月勉強会をやられて、いろんな方にこう聞いていただいてはいるんでしょうけども、私も一回講師として呼ばれたことがありますけど、大体メンバー固定化されてる傾向があるんで今来月はですね、はい、安倍晋三先生が来て、安倍晋三先生が来られて、はい、なるほど、元総理ですからね、元総理ですから、総理の時やってほしかったですけどね、はい、ということもそれはなかなか、はい、まあそんなことで今日は増税によらないというお話でございました。さあ菅内閣、今日この番組を見ていただければ、ひょっとしたら小野さん明日呼ばれるかもしれません、官邸に、はい、ありがとうございます、あなたの話を聞きたいなんて、はい、待ってます、そうなってくるといいんですけども、まあ、なかなか今の総理は人の意見聞くというより自分の意見を貫き通したいタイプでしょうからね、なかなか人の意見聞きづらいですけども、まあ願うならやはり私だけじゃないと思います、増税ならないでほしいという願いを持つのは、これはね一個人のエゴじゃなくて、やっぱり増税をした瞬間にもっと経済を冷やかしてしまって、それによってもっと予想定外のことが出てきてしまうという、その危険を持ってあるのがこの増税だと思いますので、ぜひ、国会議員の皆さん、小野さんをいろんなところに呼んでいただいて、この財務省に騙されない経済政策を理論を身につけていただきたいな、そんなメッセージを今日は私から送らさせていただきたいと思います。それでは1時間、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。
読売新聞一面広告、これでどれぐらい反響ありました？反響じゃない、どれぐらいあれでした？